どうも、こんにちは、なっちでございます。5月の16日月曜日、ガンコラが来ました。すごいガチャありますよ。2、4の6種類、揃ってしまいましたね。で、今月やってないんでね、やらないとなと。生配信でガチャを引いた気もするんだけど、やってないんだよね。チャレ中にまだ挑めていないという状態であります。ってことで、今回からね、ガンホーコラボは、もうキャラが多すぎて、分かれてしまいました。しかもこれ親切に新キャラがそれぞれ別のとこにいた気がするんですよね。昔のキャラはこっち、新しいキャラはこっちとかじゃなくて、綺麗に分かれとった気がするんだよな。まず2ってついてないガンホーコラボガチャは、かぐや。かぐやと、なんだこれ ?SO928D。誰誰やねん。それにトリスタン。タダカツ。名前だけ見ても全然わかんない。で、こちらの2の方に、アルケミスト。アルケではありませんね。アルケミスト。で、鏡の国のアリス。で、ヘイラーと1。1です。っていうことで、綺麗に分かれちゃってるんですよ。これもいやらしいですね。かぐやは交換できんのかな?出た。イベントの方にいるやつや。かぐやは交換可能。アルケミストは確定枠なんで交換できませんとなっております。やばいでしょ。石もらったけどさ。159個。やってることやばいんやって、これ。マジで。まあでも、救いなのは貴族性がね、追加されてないことですね。サイレアには。貴族性追加されたのはこのヘイラーってやつ。なんかあの子みたいだね。なんか似てない?見たことあるよ。君。似てない?そんなこともない。まあこのキャラを1、2体引ければいいかなぐらいの気持ちで今回は挑んでいきたいと思います。そんながっつり引くほどの性能でもないと思うんでね。とりあえず開催記念でも引いておいて。あ、両方引けるんだこれ、ありがた。2から行こう。金です。あ、でも金でいいのか、2は。1の方はもうダイヤ出してベルテぐらい。金です。オルキス。名前出てこんって、この辺。ではでは、ちょっとかじってみましょうか。2でいいんだよね。不安になるわ。2にヘイラーがいる。OK。まあ、貴族性狙いとしてはダイヤ出ちゃいけないんですよ。出ちゃいましたね。アルテミスですね。姿は違えど、ちょっとおってなってしまう。こらこら、ダイヤ卵さん。あ、スクルドか?スクルドめっちゃいるんだよね。17体所持。いかにガンコラが多かったか。最近なかったんだよな、ガンコラな。おお、めっちゃ貴族性。武器増えてますね。これ結構強そうだよね。チーム HP2 個稼げて。で、まぁ、50% 以上強化も強いし、泥強もありがてえと。悪くないと思います。からの、金です。カモン!上半身人間っぽいラギアクルスみたいなやつ。圧縮してやれよ、この辺も。ダイヤなんすよね。ダイヤ率高いんすよね、地味に。出たこいつ。なんか一撃強かったやつ。グランストラスター。確率はちなみにどんなもん ?4.22。うわぁ。やってんな、これ。4.2 って多すぎだろ。改めて。被ってないんでしょ、だって。こいつはこっちにもいますとかないんだよね。おかしいだろ、ラインナップが。何これ。ゴッドフェスぐらいあるよ。多分。キャラ数で言ったら。ウルドね。ウルドは色は変わってないんだよ。紛らわしい。そう、金でいいんです。うわ、またなんか、韓流みたいな人来ましたね。いいんですって、その辺は。ダイヤもいいんですって。なんだっけ、この芝みたいな人。ルドラ。ルドラさん。スキル重と思ったら11も上がるらしいぜ。まあ、ガンコラと言ったら、Pダンジョンみたいな感じですから、多少ね、
許されるんですけど。ちょっと出ないんですけど。ちょっとなんすかこのガチャ。ダイヤかぶんのにさ、ダイヤかぶんのにさだよ。新しく武器増えた組引こうよ。じゃあせめてダイヤ出すんだったら。来ました。やっぱ似てるよ髪の色ぐらいだけど。女神の微笑み。一旦の間敵全体が水属性に変化。テセナイドロップと学生無効全回復。はあ、はあ、そうですか。武器はまあ弱くはないですけどね。一旦変化してもね、まあでも一旦でいいのかな。なんか向こうから変わってくるパターンあるしな。永続的にさ、あのクラジュマキナみたいに99ターンとかその属性を変えれたとしても向こうが勝手に変わるじゃん最近。だから意味ないんですよね、あんまりね。このボスクラスのキャラクターだと。シャクティ行きました。なんかで使った記憶あるけど、集会かなんかで一回ぐらいは。でもあんま使わないですよね、普通の編成としてはね。君はルーベル。はあはあはあですよ。あれ、これってさ、2から出るキャラクターで1にいるかぐやって交換できんのかな。さすがに可能。あ、可能ですね。ガンコラはガンコラか。なるほど。まあ一応新キャラもね、1体ぐらいは持っておきたいからね。着せ替えも出なかったらアルケミストを購入してかぐやを交換して、あれでも1の方にもいんのか、もしかして。あの交換とかにも対応してない枠。終わり。ガンコラ2にも用はありませんと思ったんだけど、多分いるんだよ。なんか多分なんか新キャラがちらっと、ほら、1出てねえし。1だけでよろしい。1とアルケミストだけでよろしい。2は鏡の国のアリス。おった、そんなキャラ。おるわ。いやー、武器もないからこれスルーして、1は引こう、せめて。1ちゃん引いて、1ちゃんかアリス引いてさ。これはベルダンディ、ダンディね。別に使いもしないキャラクターにさ、こうやって石を使うのがさ良くないみたいなさ、着せ替え引いちゃうじゃん。ラクシュミめっちゃ出るんだよね、うちのアカウント。昔めっちゃ引いた記憶あります。アリス、何こいつウミウシくん、ウミウシくん出すぎやってからの、あーなんだっけ、リーリアが出ました。リーリアも武器が増えてますね。たこ焼き2個やっちょる。てか最近封印多いな。封印武器めっちゃ多いな。実際めっちゃ足りんくなるんですけどね。キサラギナイトさんはダンボ。え、また99段目覚め。あ、でもほんの少しだ。なんでもありませんほんの少しなら別にいいです。キングダムだっけ、なんかコラボがね控えてるみたいですけど、あの辺で出ないっすかね、貴族星の99段目覚め。全くわかんないんですけど、キングダム。出てほしいっすわ。全然この辺被らんね。式神さんは？はぁ、あ。2ターン!2 ターン早すぎる。もうちょっとじゃあ武器強くしてもよかったんじゃない？なんか溜まるのが早いやつはね、ちょっと覚醒強めってイメージがありますけど。十分強いんかな。金がでんくなった。アルテミスとか増えてないもんね。ラストだよ、石がなくなったよ。おい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 、ヘーラー引けただけマシか。あとだってさ、こっちにも新キャラがいるわけじゃん。かぐやは交換でいいとして、誰や、お前だ、このコードネームみたいなやつ。サイリスタ、
進化でめっちゃ変わるね、覚醒。こいつとこいつかな、戦つ。ただ勝つか、戦つか分からんけど。あー、武器ちょっといいっすね、毒耐性。なんか毒の武器ってあんまないんすよね、勝手なイメージ。こいつもかな、かっこよ。進化後のアイコンかっこよ。どうする、追うべき。多分追わないのが正解だと思うんだ、絶対使わねえからさ。まあ、かといってこれで終わりにしておきましょうっていうのもなんかあれなんで、確定は買おう。めっちゃある。北斗もある。そういや北斗はまあいいか、新キャラがいるわけじゃないし。クルセイダー2枚はいらんよね。ガンホー2連ガチャって何、ガンホー2連ガチャって、え、どういうこと。星7ガンホー2連ガチャってどういうこと、よくわかんねえけど買ってみよう。待って、星7確定ガンホーコラボ2ガチャってこと、何が正しいこれ。本当に2連、2連って書いてあるわ。ちょっと引いてみよう。今回分かれてるから2個プレゼントみたいな、そんな感じ。はいはい、ベリアルだ。ベリアル引くんだったらさ、引いてほしかったな。ここアルキミストちゃん一旦買ってね、残りの40個使って、まあ今回は一旦終わりにしましょう、一旦ね。確定を買ったことによってね、出るって可能性があるんですよね、ガチャからね。アシッドデモンストレーション、ダメージ無効貫通、よくわかりません世界観が。多分あれだよね、クルセイダーの友達だよね、友達っていうか同じやつだよね、作品的には。じゃあどっち引く、ちょっとじゃあワンの方もかじってみる。ワンっていうか無印、ダイヤ率だけはすごいんだけどな。ゴーストリングだ、悪くはねえけど1点狙いがやばいっていうガチャですね、やっぱり。まあまたね、ガンコラは多分半年に1回とかは来ると思うんで、その時に貴族生のキャラ追加されたらきっともうちょっと真剣に引くと思うんで、その時に引けてないキャラクターをね、回収できればいいかなと。そういうことにして終わりましょうか。ダイヤ率はすごいね、本当に。ラストです、最後までダイヤたっぷり、新キャラなし。僕はガンコラに使ってしまいましたけど、まあこっちに使うって言ってもね、間違えました。友情ではありません。こっちね、精霊フェスに使うっていう手も全然あると思うんでね。魔法石のご利用は計画的に。以上、ナッチでございました。